インテル8048マイクロコントローラ UV。エプラーム付きの 8749HP3478A マルチメーターに使われているインテル 8049. 製造時期は1990年代48週。インテル8048、またはそのシリーズである、インテル MCS-48 は、インテル初のマイクロコントローラである。 当初のラインナップには8048、8035、8748が存在した。これらはもともとモスプロセスで生産されていたが、1980年代初めには CMOS 版も供給された。既存の古い設計をサポートするため、1990年代に入っても製造された。8 4 8のアーキテクチャはハーバードアーキテクチャの変形であり、 プログラム用ロムとデータ用ラムを分離して持っていた。27個の i、オーポートを持つが、それらは独自のアドレス空間にマップされ、プログラムやデータとは分離されている。また1回路の8ビットタイマカウンターを自前で持っていた。8048の内蔵ロムは1キロバイトで、外付けのプログラム用ロムを用いることもできた。内蔵ラムは64バイトであった。ロムの種類、 メモリ容量によってファミリーを形成し、例えば8049は2基部のマスクロムを内蔵しており、このロムは4基部の外部ロムで置き換えることができる。外部から供給されたクロックは内部の発信機ブロックによって15の内部フェーズに分割される。そこで最高動作周波数である 11MHz の推奨発信機を接続すると 0.73MIPS の 性能が出る。1CPU サイクルで実行できる1バイト超の命令もあるが、多くの命令は 2CPU サイクルないし2バイトを必要とする。したがって、実際の動作速度は 0.5MIPS 程度である。8049は2イトのマスクロムと128バイトの RAM27 個の i、O ボートを搭載し、ROM は4イトの外部ロムに置き換えることができた。 マイクロコントローラのクロック発信機ブロックは入力クロックを15分周し最大 11MHz で 0.73mips の駆動が可能であった命令の7割は1命令サイクルあたり1バイトで3割は2サイクル2バイトを必要としたため実際のパフォーマンスは 0.5mips ほどになるフィリップスセミコンダクタがこのシリーズを生産するライセンスを所有しており このアーキテクチャをベースに MAB8400 ファミリーとして開発していた。これらは I2C インターフェースを統合した最初のマイクロコントローラでフィリップスの最初の CD プレイヤー CD-100 に用いられた。インテル8748はクロック発信機を内蔵しており8ビットタイマーを2個、I、オーポートを27個、64バイトのラムと1キロバイトの エプラムを搭載していた。2キロバイトエプラムと1 2 8バイトのラムを搭載したバージョンは8749としてリリースされた。8048は後に開発された8051に駆逐されつつあるが、21世紀を迎えた時点でもなお極めて広く用いられている。コストが低く、広範な応用範囲を持ち、 1>, 1バイト命令セットによってメモリ利用効率が高く枯れた開発用ツールが存在することがその理由である。そのため大量生産される民生用電子機器、例えば TB のリモコン、玩具等といったコストダウンが市場命令であるような製品によく用いられる。8 4 8はマグナボックスオデッセイコルグトライデントシリーズコルグポリマイナス61 ローランドジュピター -4 およびプロマース、アナログシンセサイザーに使用された。オリジナルの IBM PC キーボードは内蔵マイクロコントローラーとして8048を使用していた。PC-AT では、PC の i、オーアドレス 0X60 から 0X63 にある Intel 8255周辺機器、インターフェースチップを 0X60 から 0X64、 にある8042に置き換えられた。キーボードインターフェースを管理するだけでなく、8042は AT のインテル 8286CPU の A20 ラインを制御、または8286をリセットするコマンドを送ることができた。後の p c 後換気では8042の機能をスーパーアイ、O チップに統合している。 日本電機 PC-9800 シリーズでは、キーボード側は8048を、本体速は 8251A を持ち、i、大アドレス 43H でアクセスすることができた。キーボードと本体の間は、シリアル通信が行われた。シャープ x 1シリーズでも使用された。他の変種としては、ロムを持たない8035が任天堂のアーケードゲーム。 ドンキーコングに用いられた。マイクロコントローラーの用途としては変わっているが、ゲームのバックに音楽を流すためである。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン、ラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。